変な薬とかやってないんですか？変な薬。僕のコラボ、はい、ありがとうございます本当に。いやいや、まずあの前ダイエット企画やってたじゃないですか、はい、あれ本当僕出たかったんです、真面目な話。あ、そうなの？すっげえ出たかったんです。なんで応募した？顔出しが条件ってなってたじゃないですか。顔出しできないですもん。あー、だからか。そうです。残念おかげで来るのがもう1年以上遅れましたよ。あのダイエット動画いつ出すんですか？あれ編集やってよ。僕やりますよマジで。あ、やってだってあれ結構、なんでやんないんすかあれ。え、あれ結構編集めんどくさいのと、はい、音楽使うでさ、そこら辺の承諾とか結構めんどくさいかなって思って後々になってた。難しいでしょ。それマジっすかそれ。音楽使うのとか難しいっすよ。めんどくさいっす。めんどくさい。いろいろめんどくさいから後々になってた、はい、データは残ってるで。本当ですか？あれ僕本当編集していいんすか？いやいや、やめとこ。本当にめんどくさいであれ。え、じゃあ出さないんすかあれ。いや出す。いやもう秩父の仙人さんとかかわいそう。いつか出す。あれ絶対待ってますよあれ。いつか出す。頑張る。いや、今本当に福井いいとこです。でしょ、うん、いいとこ、本当にいいとこ。な、うん、何もないけどね。うん、本当に何もなかった。何もないよ。本当に何もない。うん。親兄弟がいるだけ。親兄弟重要です。お子さん生まれたらだってあれじゃないですか、ね。親御さんにちょっと見てもらったりするんですよ ね。そこ一番重要だもんね。本当重要。そこだよね。母さんって2時間おけですよ、夜。うん、あ、聞こえますか今。殺人事件じゃないですよ、あれ。なんか泣いてるね。うちの子ですよ。今日お昼ご飯から大騒ぎでしたけど。元気がいいね。ガルガル2時間ですよ。いいこと、いいこと。俺多分寝てると思う。寝てた。いやー絶対あれですよ。夫婦関係亀裂入りますよ。岩井さんお願いします。でも4時間に1回は頑張ろうかな。まあ確かに、うん、いや僕ほんと4月ぐらいがそれで仕事ならなかったですもん。日中もこんなんでよくクビにならなかったもう寝れないって言うもんね。ほんとです。元気がいいね。楽しそうだな。子供楽しみにしてるんですか、もしかして。いや、めっちゃ楽しみにしよう。いや、すっげえ可愛いっすよ。いやー、なんて言うんだろう、言い方悪くするとあれやけど、人生をかけた育成ゲームみたいな。いやー、そうそうそうです、ね、本当にそう、ね、でもそんぐらいワクワクするよね。うん、でも命のかけれる育成ゲームだよ本当に。うん、こんな風に編集させてくんないかもしれないですね。お母さん変な薬とかやってないんですか？変な薬。なんもない。変な薬、なんかいつもニコニコしてるから変な薬やってんのかな。いや違う、糖分だけは必要かな。そこだけは好きだね。美味しかったね、さっきもね。美味しかったです。いや、本当に美味しかったです。ありがとうございます。本当にごちそうさまでした。美味しかったね。母さんの奥さん、ビジネスさんですね。いや、もうありがとうございます。いや、本当に。いや、それ言ったら、戦後のところもね、情報公開がないだろうけど、戦後のチャンネルはね、すごいですよ。ツイッターとかでアップされてないかな。何ですか？嫁さんですか？あります。顔出てる？出てます。ああ。僕も出てます。あ、そうなの？そうなんです。え、バレてる？バレてないです、バレてないです。全然バレてないです。あ、バレてない。僕ちっちゃいですもん。でも2万人もいないんですよ、僕今。でもいつかバレるやろうね。僕どうですか？僕すごい目がね、離れてるとか、なんかすごい気持ち悪いとか。いや、全然出せる側の顔やと思う。出せる側出せる側の顔。うん。別に男前とかではない。ただ出せるから。そうそう、出せる側。おっさん感がすごいとか、そういうのが全然ないから。ああ、そうですね。ありがとうございます。マグニートどっちが？系統一緒やね、マグニート。え、本当ですか？あ、すごい嬉しい、褒めてくださって。嬉しい。もう取れたからちょっとすごすぎて。あ、よかった。もうどっかでの。じゃん。